米大リーグドジャース10から0メッツ。21日米カリフォルニア州ロサンゼルスドジャースタジアム。動画、ついに出た。大谷確信歩きの日本人メジャー最多通算176号。ドジャース、大谷翔平投手、29、が21日、日本時間22日、本拠地、メッツ戦に、2番、DH で先発出場。8試合。38打席ぶりの5号先制ツーランを放ち、日本人選手では松井秀喜氏、ヤンキースなどを超え、歴代単独トップのメジャー通算176本塁打となった。0-0 の3回1死1塁だった。ハウザーの817マイル、約131.5キロ、スライダーを完璧に捉えると、打球速度110マイル、約177キロ、飛距離423フィート、約129メートルの弾道が右翼席に突き刺さった。球場中が大歓声。早く打ちたいなと思っていた。安心と喜びがある、と大谷は噛みしめた。名門ヤンキースで松井氏が、上昇を求められたように、大谷が勝利を求めて今季入団したドジャースも、上昇の重圧がかかる。昨季まで10年間で9度の地区優勝。コロナ禍で短縮シーズンだった20年にはワールドシリーズを制したが、フルシーズンでの世界一は1988年まで遡る。大谷は18年に日本ハムからエンゼルスに移籍。しかし、23年までの6年間、一度もプレーオフには進出できなかった。ただ、名門球団の重圧について聞かれると、どうですかね。僕は、昨季までエンゼルスに所属していて、エンゼルスの球団というのももちろん好きですし、ファンの人ももちろん大好きですし、別に A 軍ではプレッシャーがかからないというわけでもないと思いますし、それはエンゼルスに対して失礼なんじゃないかなと思ってるので、そこはそこ、ここはここで、プレッシャーがかかる、かからないではなくて、一打席一打席が大事じゃないかなと思います、と古巣への愛情を口にしながら、両球団での違いを否定していた。